今さワイドナショーを見てきたらさ2つちょっと言いたいことがあっちゃったんですよ。だからこの動画をちょっとしっかりまた10分間すごい雑談をしたいなと思います。一つはさDM とかでツイッターの DM とかで俺編集した方がいいよとも言われてる方もいたんですよね。だから編集しないと見にくいなって分かりますが俺もそう思うんですが、めんどくさいっていうのもあって編集してないのもあったんですが、やらせもテレビのやらせ問題のニュースがあって、でそこについて、テレビでさスクラッチ宝くじが当たったかのように見せるみたいなとかいろいろ問題になって、テレビって大体それさやらせじゃないですか。俺が生まれた頃の木曜スペシャルとか絶対木曜スペシャルってあったよね。あれ知らんやつじゃない、知らん人ばっかのじゃないか、もしかしたらなんかすごかったんやけど、やらせに決まってるしそれを楽しむみたいなところがあったと思うんですよ。でそれを考えた時にそれだけじゃなくてさ、ただ面白く編集するじゃないですか、字書いたりとか間とか、あれすごい早い前やから面白かったりしたりする場面もあるじゃないですか。だからあれ自体の編集がもう俺やらせなんじゃないかなってパッて考えた瞬間に古市社会学者みたいな人と同じこと言ってやべえなと思ったけど同じこと言ってくれてるわと思った時に、俺の DM で編集した方がいいですよって言ってくれた人の意見は確かにわかるんですけれども、編集なしの俺のこれの動画はやらせがないからめちゃくちゃ高度なんじゃないかなと思って自信を持ちました。なぜか知らんけど、だからもう編集せん、やっぱせんとこと思って。でその次のニュースぐらいかな、 YouTube でモーニングルーティーンっていうのはやってるとか言って、朝のさ垂れ流し動画をやってると。でもそれはやらせなんですよ、結局化粧してから撮ってたりしてて。けどそんなどうでもいい動画が流行ってるのに、ここに来てくれてる人たちは俺のなんつうのモーニングルーティーンと全く逆のナイトビルダーズみたいな、そんなものをさ見に来て垂れ流されてるのに全部見てくれて寝れんくなってるっていう人たちって絶対おかしい、流行りに乗ってないですよね。モーニングルーティーンも見てるんかな朝、いや見てないやろここに来てる人たちは。ってことはやっぱ俺編集なしで頑張らなあかんなと思ったって、この2つが思いましたね。だからやっぱり、ね、編集なしでさ、いや本当は編集した方が面白い、でもしたいところもあるんですけど、実際時間とか的に無理なんで、こう編集なしで頑張っていきたいなってそんな風に思ってます。で今コメントを1個前の動画ではスマホを見ながら返したんですけど、次はパソコンをその後見たら、パソコンでしか見れないコメントっていうのがやっぱりあって、それは多分返事の返事とかやったら見れなくなるか、何の決まりでそうなるか分かんないですけど、見れてないのがあったんで、それをさっきの動画で漏らした分、一体レジェンド友よさん、道具の切り替えについて、絵を長押しすると一覧が表示されます。最初のうちは種類が少ないのでメリットないですが、最後はかなり増えるのでメリットあります。え、そうなんや。絵を長押しすると一覧が表示されます。道具の切り替えについてね。ああそうなんや。だからパッパッパッって俺やってるけど、そうじゃなくて長押しして一覧からパッて選べるみたいなイメージなのかな。後でやってみましょう。じゃあこれハートつけておきます。全員のコメント読んでいくんで10分くださいね。で橋を作るのはあんまりないんじゃなかったかな。ビルダーズ1は結構たくさん橋を作った記憶があるけど、下をしながら作るっていうのを教えてくれたのも友枝さんのコメントでした。操作の仕方を書けるようになったのはスイッチ版をやり始めたからです。そうね、こう下向いたり上向いたり教えてくれましたけれども、 PS の方が若干やりやすかったらしいですね。そうなんやね。俺プレステのコントローラーいまだに持ちになれないんやけど、 XBOX と。けどやっぱそうあるんかな、パッドみたいなのあるから、あそこが使いやすいんかな、よくわかんないですけど、ダウンロード版買ったのにロードが長いって言ってるの、本当にロード長いよね。俺こんなロード長いゲーム初めてかもしれん。ダウンロード版関係ないよね、これ。やっぱ1コマ1コマのセーブ量が半端ないんじゃないかなと思います、ビルドの。本当やったらさ、薬草を手に入れたとか、小さなメタルはここで、南に4歩歩いて、東に5歩歩いたところから小さなメダル取ったかどうかフラグぐらいをセーブすればよかったものを、こんなに1個ずつのビルド、ブロックをセーブしなあかんから、ロード時間が長いんじゃないかなとか思ったり、いやでもそこのセーブを取るときよりも、他のときの方が長かった。でも一番最初だけそこ全部読み取ってるんかな。まあいいわ、そんな話は。レジェンドビルダーさん、レジェンドビルダーさんじゃねえ、伝説のビルダー、かっこいいな。伝説の友枝さん、ありがとうございます。次ですね。あ、これは先ほど読みました小春さんのおはようございます。びっくりしました、そんなに進んでくれて。でそしてチキンさんの怖いっていうか、
すげえ寝ながら、寝ながら起きながら見てるっていうやつですね。でこれもう一個見てなかったのがありましたね。小春さんの字が見たいのでまたブログ見ます。あ、これチキンさんですね。これ俺完全に逃してる。なんでこれスマホに入ってこんの野郎。スマホの設定も聞かなあかんや俺。これの説明も聞かなあかんし、もうおっさんや。モーニングルーティンと全く真逆やわ。小春さんの字が見たいのでまたブログ見ます。そうだね、小春さんのな方眼紙で説明書いてくれたやつがあるんですよ。めっちゃいい。それをブログに載せたいなと思って、あと小春さんの街とかの写真とかも送られてきてるんで、俺ちょっとそれ送りたいと思います。詳しい人がサポートしてくれるのすごいありがたいですよね。何をどうしたらいいかわからんときにサポートあると一層楽しめますよね。風呂覗いて写真撮った後にしらっと作業始めるオムさん、かわいい。ここ俺ね、ここは本当にやらせです。すいません、これは俺やらせやわ。あれはでもやらせっつっても俺の編集じゃないから、あれでね、あの間とかのしらっと作業始めてみたけど誰か言うかな。チキンさんやっぱ拾うわ。ありがとうございます本当に。でもお子さんたちには悪影響。そっか、皆さんお子さんと一緒に見てるやなあれ年齢差高いと思ったけど、でもさ俺の時、ほらこれまたテレビの話に戻るんやけど、俺がちっちゃい時ってさ、あの出てた、あの、あ、今日のそのワイドショーでも、あの映画チャンネル俺登録したいと思うけど、映画チャンネルで YouTube で男も乳首を出しちゃダメっていうのを知ったんですけど、俺ちっちゃい時ってさ女の人も出てたよね、志村けんで。まあいいや、だから俺がちっちゃい時は良かったんで、今この風呂覗いて写真撮るぐらい別にいいんかなって。すいません、あかんかもしれない。チキンの、あ、チキンじゃねえわ、キッチンの宝箱に種入ってたよどういうこと、キッチンの宝箱に種入ってたよ俺、ごめん。拠点狭くないですか。拠点内にトイレ作ったり畑作ったりお風呂作ったり森林作ったりしなきゃいけないの、それとも拠点は広がるの。これ俺もそうなんやって、そうなんやって、俺もそうなんやってっていうか、狭いと思ったんです俺も。だからどんぐりが狭い、もう本当に。面白ワード、地球どこまで嘘、俺言ったんやこれ、地球どこまでって言ったんや俺、とうとうとう全然覚えてないわ。トイレと認識されてるのに嘘やろ3 早口この3個全部覚えてないんやけど俺。この面白ワード拾ってくれるの嬉しいな。これしおり、あ、しおりではないよ、ピン止めしとこう。これ今ピン止めしました。面白ワード拾ってくれんな。もう俺今日今7分話してる、8分喋ってるけど面白ワード出たかな。ハードル上がりました。拠点の範囲は広がらないですよ。だから2階だ、なんでメビウスさん、これメビウスさんやけど、なんで知ってんのこの人、やってないのに。拠点の範囲は広がらないですよ、もうやったぐらいの感じで言ってくるやん。 だから2階建ての技術が後々必要になるし、考えて部屋作らないとダメ。え、やったんじゃないメビウスさん、なんかな。そして小春さんもメビウスさんもおっしゃってるように、拠点は基本狭いので2階建てを作らないといけない。まあ都会って大体狭いよねってことなんか。2階建てを作れないと今後が心配ですね。いや作れんな俺、空中に床どうやって、あーでもいけるかな。マルチで階段の作り方とか教えられるといいんですけど。階段の作り方、階段と置くだけじゃないよ、ぜひマルチお願いします。でも結構階段作らないと、作らないまま終わったので、あ、結局階段作らないまま終わったので、あらあらしてますジャンプ早かね。私落書きみたいな字いつでもちゃんとしておかないといけないかなって改めて思いました。いや、あの僕も動画誰も見てねえやろなと思ってちゃくちゃなこと喋ったりしてますけれども、小春さんの字は大丈夫だと思います。ハートしておきましょう。メビウスさん、なるほど、マイクラみたいでワクワクします、ありがとうございます。マイクラは俺もやったことないんですけど、俺もっていうか俺はやったことないんですけども、これはチキンさんはワクワクするとこって言ってるんですけど、やったことあるってことですかね。チキンです。小春さん基本的に狭い、小春さんの拠点拠点の周りを一段掘るだっけな、重要ですね。オムさんのハラハラ動画、今後先生は目が離せないですね。俺なんでこんな下手なんやこのゲーム。拠点の周りを一周掘る、ああ、それね、だから向いてないな俺にはビルダーは。でもまあ
そういうのでいいんじゃないんかな。映画チャンネルみたいなものもあるし、収穫祭でかぼちゃを、あ、またチキンさんのやつ俺見逃してますね。収穫祭で かぼちゃをかぶったるのがかわいい、かぶったるのがたかぶったるのかわいい、かぶってるのかわいい、ゾンビになってハロウィンを楽しんでるパリピに勝つを入れていくあたり、入れてくれてありがとうございます。あここ読んでたんや、あ、聞いてたんや。そうなんですよ、みんなちゃんとした収穫祭、もう収穫祭っていう字しかなかったし、ハロウィンって言ってなかったし、しかもなんか一回カツ入れてるんですよね、多分どっかのセリフで。だからこのゲーム作った人も実はカツ入れたかったんじゃないかなって思った時がちょっと垣間見えました。そこがすごい面白かったです。で、軽トラひっくり返すやつなんて言語道断2年ぐらい前の映像やな、あれ2年、あの1年か、あ、2年、今日、おととしか。これぞまさにあるべき収穫祭、テストで出そうなんで、そうそう、これぞまさにあるべき収穫祭っていうコメントが出たんや、確か。優しい心をビルドしてもらってますね、ごめんなさい、ちょっと笑いました。そうなんですよ、僕がなんかだんだん優しくなっていくんですよ、ビルダーを通して。そしていきなりの戦闘だから全部収穫させたのかと一人で納得しましたけど、元通りになってる、よかったよかった。でも1マス、あ、4マス使うマギルがいい言葉を残して去っていった4マス使うのあの人4マス使うの面白いですよね。なんか臭そうなビバ番号やっつけてください。あ、じゃあビバ番号や、また間違えた。臭そうやな、ビバ番号は野生臭そうやな。シャンさん、シャンチャンネル、体験版でここモンゾーラクリアまでできるって聞いたけど本当かな。スイッチ版持ってる人はぜひやってみて、おすすめ。今体験版してます。え、チキンさんがこれに対してまた体験版どこまでできるか確認したら連絡しますって。そうなんや、チキンさんやり始めちゃったよ、みんながやり始めるな。これオンラインもできるんかな、体験版。チキンさん体験版やったんや、オムさんに言う、オムさん風に言う。体験版だとマルチできないさそうだけどな、だってマルチできたら買わんでええやん、オムさん風に言う。俺今言ったけど買わんでええやんとは言ってないけど、チキンさんが昨日ダウンロードしました。確かにマルチはさせてもらえなそう。体験版やった後製品版買ってまた同じことするの嫌だなって思ってます。買えば済むじゃん、シャンさん風に言うチキンさんやるな。これでもデータ引き継ぎできそうだったんじゃなかったっけ。メビウスさんが体験版はヒバ番号前みたいです、データは引き継ぎできるみたいなので買えば続きができます。メビウスさんが声出さずに的確なことを言いました。最後それで答えが出ましたね。次がシャンさんチャンネル、遊び方実演動画ビルドしましょう。まあなあ、遊び方実演動画か。次小春さんがこのシーンめちゃくちゃ涙が、あ、多分俺雑談メインっていうタイトルつけてるから全然涙流さした動画じゃない、何がどこやったか忘れちゃったんだけど、多分マギールさんが戦ったところだと、死んだところだと思います。これは、いや、そうですね、マギーさん大好きやった、チャコさんとやり取りが毎回微笑ましくて、それでもモンゾーラの楽しみ一つになってました。今作は船長から始まり、本当にモンスターが可愛くて、もちろん人間みんな個性あって全員魅力あって素晴らしいゲームだなって思ってます。彼らのためにいい村を作ってあげたくなりますものすごいな、マギーさんの夢を諦めてはいけない、夢を諦める言い訳を探してはいけないっていう言葉が本当に重くてなんて素敵な言葉なんだろうと心に刻んだモンゾーラ編でした。俺も結構感情移入できたよこのゲームはと思ったんです。俺みたいな冷たいからね、感情移入ほとんどしたことないですよ、ゲームとか映画に。けどここに関してそのなんつうの、あの人の AI の動きがめっちゃ感情移入できるんですが、まあ、俺でもそうなったんやから、そりゃ心に刻むやろ小春さんほどピュアやと、なんて素敵な言葉なんだろうと心に刻んだ、
夢を諦めてはいけない、夢を諦める言い訳を探してはいけない、俺の心に今胸に手を当てて思いつきました。必ず夢を実現します、この春お願いします。ちなみにですが、モンゾーラはの聖地はもちろん溝は残してその周りを平らにしたんですよ。あ、そっかそっか、聖地ってそのそっち側の整える地ですね。明らかにわざと作られている感じの溝だったから、その溝だけ残して他を平らにしたんやって。それって最初から気づくってすごいの。俺全然なんか壊し癖がないんやって。最初にあるものは残しとかなあかん癖があるでさ、ね、癖じゃないかそれ。そして緑にできるようになった瞬間に肥やしと草原の元を大量に使って草原団子にして村全体を壊せないブロックは除いてですが、泥から緑に染めました。その後俺写真見せてもらった、ネタバレやから送ってもらわなかったって言ってたやつをついさっき送っていただいたんですが、むっちゃ綺麗やったんやけど、なんかシムシティかなと思いましたくらい、俺にはできんなと思いました。あれ皆さんにもこれが許可いただいたんでブログに書きたいと出したいと思います。オムさんが拠点外にトイレ建ててるのずっと気になってました。小原さんですね、次の島の拠点はとにかく狭いので、次の島ってここの島じゃないってことだよね、この川作るとこじゃ。次の島の拠点はとにかく狭いので適当に部屋を作ってしまうと後々本当に苦労すると思います。一つの建物で段差を作ってしまうと、俺匠にはなれんな、部屋として認識されないので。厳密にはいろいろやり方あるんですが、まだそう思って進めた方が間違いないです。一つの建物を段差を作ってしまうと部屋の認識できないので厳密にいろいろあるんですか。あ、そういうことか。一つの建物内では段差を作るなということですね。で、段々畑みたいなのをもう少し慣れてから作るとして、まずは建物の地面を平らにすること、そこに2段ブロックを積むこと、ドアをつけて部屋として認識されることを慣れてくださいね。いいねがついてますこのコメントに。誰がいいねつけてるのこれ。いいね自分でつけてるんじゃないの小原さん。俺さ、美術の時間にさ吹き出し書いたんですよね。めっちゃくちゃ怒られましたねそれで。ただ多分その時のトラウマなんか知らんけど、それを今思い出したんで、本当に今これちゃんと言われたように平らにしてから作っていかないといけないなと思いました。床を壊せるっていうのあんま知らんかったんだな。シャンチャンネルさんですね、ジャンプしてブロックを置く方法はオオネズミが教えてくれたよ。ほんなよ、これ結構重要なアクションよ。島の探索も必要なんじゃないでしょうか。いやでもこれさ、どこまで掘れるんかな、どこまで登れるんかな、ほんでそこが気になりますね。島の探索してほしい、小春さん島の探索してほしいですよね。でも見てる感じ何か目標がないと難しそう。オオネズミのところやってるときは斜め積みして登っちゃいましたよね。まだ読む習慣がなかった時で一部通り過ぎちゃったんです、一瞬で通り過ぎちゃったんですよね。なんかすいませんね、2人で僕のことを心配していただいて。次なんですよね、次はメモの話、さっきのねメモのやつは決めにしています。で、祭りの旗みたいな平らに見えるものはどうしても壁に密着してくっつけたらたくなると思うのですが、少し離れるとブロックマークが出るのが分かると思うんです。どんな形をしているものでも全て基本の形は立体のブロックなので、あ、ちょっと難しいですが表示をよく見てなんとか慣れてください。これはね、あ、そういうことね、ハロウィンって言ってんだ、俺がハロウィンって言ってんだよ。収穫祭や、収穫祭の時につけた旗みたいなやつもブロックだから、支柱とかもブロックなんですね。分かりました、ブロックとして思っていきたいと思います。これ20分喋ってるのこれ。大木って言ってたの聞き逃してないですよチキンさんですね。これ大木って言ったの聞き逃してないです。だいぶ寝てないなチキンさん。
農民が一丸となって作り直しというの感動しますね、本当にね。命の本当、あ、これ原木か。これは一番肝心なものは重さがしっかり置く、そこしかやることないですよね。すげえすげえ、給料だけ高いやつやん俺。給料だけ高いやつやよね、その一個だけ置くやつ。あいつもう早く年取ったやつは定年になった方がいいんじゃねえっていうやつになってるし。でシャンチャンネルさん、苦手うるせえ、これさっき言ったの、苦手うるせえ、上手くなれ。いやだからね、上手くなったら多分俺のチャンネルの方もさらに面白くなくなるんじゃないかなと思うんですが、どうしようかな、上手くなるかな、どうしようかな。バットマークだけつけとくか、このコメントに。じゃあ次、あのチキンさんがですけど、あなた悟空ですか俺なんか言ったな、それ悟空が飛んでるように見えたんですよ、ちょうど飛び始めた頃の悟空。あなた悟空ですかでめちゃくちゃ笑いました、すいません、ありがとうございます。主人公の攻撃力は上がらないのと思ったんですが、よく見てたら木の棒で戦ってたのに気づかなかった。俺もですよ、いつの間に木の棒持ってたの俺、いつの間に木の棒装備したの俺の。剣より装備し直した棍棒が強いんですか、もう一度一から動画見直して小春さんのコメント見返さないと。なんでチキンさんが見返さないといけなくなってる。ヒバ番号をビバ番号って呼んでるオーブさん、濁点多くて面白いって言うけど、確かに俺さっきもビバ番号って言ったけど、ヒバ番号でももう3濁音あるからあんまり増えてないですよ僕によって。ヒバ番号がぐるぐる回って拠点を壊そうとしたらバナナ持って待機メモ。ヒバ番号討伐おめでとうございます。あ、今から行くんやね、チキンさん。ゴーストビルダーズ、あ、またこれ面白ワードのまとめありがとうございます。これからちょっと面白いワードお願いしよっかな。こういう風になってくるんですよね、こういう風になるとまたシャンさん怒りますよね。こんなことやってるゲームじゃねえやと、シャンさん風に言う。ゴーストビルダーズ、切なさと優しさと切なさとかっこ心強さと言っちゃってるやん。ずっと繋がっていたいどういうことこれ、ずっと繋がっていたいあなたと。左見ろよ、左見ろよって 俺が言ったんかな。俺の島こんなに腐ってたっけ言ったね、俺の島こんなに腐ってたっけって、ここの島のこと言ってるのかな。あ、違うな、あれはモンゾーラのことかな。今日もいいワードありがとうございます。次の島も楽しみにしてます。いやー、生み出していきましょうか言葉を。弱いってそれヒノキの棒なんすよ、メベスさん。俺がね、ヒノキの棒いつの間に俺装備したんや、本当に。小春さん、45分前、私が覚えてる中ではあと2つは確実にやってないパズルがあります。あ、そうやね、俺がここに到着してパズルの数を聞いたら、あと2つってことは俺7個取ってたけど、全部で何個あるかは把握してません。パズルに限らずまだ取れてないのもあるので、ぜひ島中を探索してほしいなと思います。マジで島中探索って結局島全部を平らにしろってことなのかな。もらったアクセサリーが見えないとおっしゃってますが、ドレッサーを作るとアクセサリーを使えるようになるって言われたからには、ドレッサーでしか見えないと思ってほしいんです。ああ、そういうことやったんで、ドレッサーっていう言葉を知らんからやね俺が。ドレッサーっていうのを作れっては言われた気がする。でそれを作り台がなかったんや。夢を諦める言い訳を探してしまったな。空っぽ島には毎回帰ってきます。空っぽ新しい島、空っぽ、あ、そういうことね。だから今これまだ新しい島に行ってない状態なんですね。長いなこのゲーム。あと俺の雑談、あ、空飛ぶマントで飛行してる時に Y ボタンを押すと少しずつ上がって、あ、そうなんや、少し上がってる時に一度上がってすごい勢いで落ちていきますが、これをやると落下ダメージを受けなくて済むやんて。マリオのあれみたいな感じ、やってみよう後で。ビルパズはモンゾーラに10個あるみたいです。あ、メビウスさんがあと1個あって3個取ってないよね。じゃあ俺空っぽに帰ってきましたね、お帰りなさい。これからやることはもちろん開拓レシピですが、あ、長いこのコメントありがとうございます。小春さん、ここでやることは川草原森林を作ることやけど、その後トイレ寝室食堂などの作り方をすげえダラダラと書いてくださってますけど、ダラダラとっていう言葉は合ってないな、今のしっかり書いてくれてますけど、ちゃんと読んで今度は作りたいし、あとこれってそもそも DM で俺写真もらってるんですよ、どういう風なトイレがいいか。昨日トイレ作ったのはそうやったんやけど、それを設計図にすると、俺最初さ、小春さんのキッチンさ、あのオーバークックに見えたんやけど、マジでそのくらい しっかりと四角に収まってた。本当に一回見せますそれ。
そういう風に作りたいと思います、キッチン。はい、じゃあ始めて。投げー20。じゃあ待って、 A ボタン長押し。あ、これや。なるほど、これがレジェンドさんが教えてくれたやつや。なんか一回見たことある気もせんでもない。確かに。グローブ、グローブの A ちょっとちゃうやん。これでもね、モンハンの操作も慣れんかったんやってな。できんやろな、多分ずっと。俺何言ってた。あ、ここ壊して川にするのはしてくれたから。あれ、緑置いたやん。あれ、じゃあもうやることはまだやな。じゃあこれ川とあれ作るまでの動画になるんかな。あー、壊したかも。あれ、壊したらどうなんの。頼まれてないことやってるもん、これ。あの汚いでな、この木。この木汚いで壊していいと思う。川を作ろう 30%、 草原を作ろう4。あ、そうなんや。森を作ろう0。あ、やばい。ちょっとちゃんとしない怒られる、みんなに。これや、草原団子。俺持ってないんけ。どこで作業台があんの、これ。作業台ないと作れんかったっけ。あれ、作業台もどっかにあるって。俺だんだんプレッシャー受けてるんやけど。作業台あるってどっかで聞いてたら俺怒られるっていう。作業台、作業台どっかにあるっけ。あん中に入ってんかな、あん中に入ってんかな。あれ入ってね、全然入ってね。ちょっと待って、もう一回聞いてこう。緑の森を作るにもまずは草原から。草原団子でこの川をの辺りを緑にしよう。草原10個分ぐらい作ってみよう。草原がどのくらいできてるか地図で確かめてね。でも草原団子持ってないな。川が先かな。なってまん。川の水は増えてってるから。水もなんか作るわよって言ってるな。何してんのかな。さっき聞いた。広め方はその子らに任しとかな。どっか変なとこに水行ってまだ俺が作ると。え、することないんですけど。こういう時あった。俺学校でも俺だけすることなくて、でもしてなさそうに見られるとなんか怒られるんじゃないかなとか思って、なんかしてするふりして、あんまり花さん子に何してんのって聞いて、あんまりそのあんまり目立たん子に何してんのって聞いて、じゃあ俺もそれやるわってやったの思い出した。今なんか思い出した、あの時の切ないやつ。何やるか聞いてなかったからや、あの時も。あん時からや、俺そういう育ちやったんや。俺は聞かない、聞かないという育ち。え、草原なんか持ってないやろ俺。え、持ってんの俺、もしかして。なんて書いてあるこれ。草原の元。お、草原の元。え、草原の元持ってるんやけど、どこに作業台あるやろ。え、草原の元持ってるんやけど。川の周りを草原にしよっか。こことか草原にした方がいいんかな。え、これ草原の元って何。ダメやんな、こんなちょっとじゃなあ。やべ、怒られる。あれよっ、はっ、ほ、こと合ってるけ、合ってるけ。皆さん、草原を作ろう3やでな。皆さんがここ
この先さ、皆さんがどうしようとしてるかだけ先に教えてほしいんですけど、どうそこを水入れていこうと思ってるんですか。俺水入れましょうか、やっぱりこれ俺水入れますね。あ、ごめん、先じゃん、先にやるとあんたそうしづらいんか。感じじゃない。スライムって泳げるんかな。あ、スライム浮いた。かわいすぎるしよ、スライム。川を作ろうが 30% から増えないな。合ってんのかな。あ、なんて言った今。この後は豚ペンの好きな感じに草原を作っていいから草原団子を置いてみろよって言ってるけど、草原団子を置いちゃダメなんです。ないんですよ草原団子。難しいね。めちゃくちゃ相手増えるやんな。30% だよずっと。これここ全置いてみよっか。本当にこのやつ。あんまり緑がならんかった。寝ちゃったし、あいつ結局ミミズ。あ、草原4になってる。あ、話しかけてくれた。なんこれ、わからんて。あ、そっちね。私たちもガンガンハンマーを振り回した。水の通り道が完成した。これで水の通り道はできたから、川作りの次なる段階に進む。ここは指導帝国って言ってたな、豚ペン。よっしゃ、なんか知らんけど話進んだぞ。畑の担当大臣にしてください。指導帝国だって言ってるだろう。なんでそこだけすごい子供なん。ルールさんと指導さんってなんだか仲良さそうっすね。逆にね。食べ物を作りなきゃ。シマワに対してみましょう。知ってる、知ってることしか喋らなかったと思う。今は知ってることしか喋らなかったと思います。はい、やった、進むことできるとこで、なんか知らんけど、ここな。あ、そうなんや、汚くなってたんや。なんかそこさ、やべえなと思ったんて、けど、下がそうやったんや。この人、一緒のお願いを言う、一緒のお願いっていうやつもよく言ったよね、ちっちゃい時。あ、泥味噌汲み取るの。うん、いけるかな。
なんで逃げたよ今しゃべろうとしたらシャキンって言っちゃったよ俺。泥水を吸い取ってくれてありがとう。泥水が好きなら別にいいけど綺麗な水に広げたいなら近くに泥がないか注意してほしいです。はい、いっぱい先生いるね俺の。まだあると思う、はい、あれ広がっちゃうんですか。はい、わかりました。下向きながら、あー水じゃねえって、下向きながらハンマー、いや、あれあれゴーストビルダーズがどっか行ったりと叩いたら、あ、いた、え、あ、これ仲間じゃないんやこれ。俺のゴーストビルダーズやと思ったら一緒やん色。俺の仲間のゴーストビルダーズどこ行ったんやったっけ。あれ魔物か、あれ、なんかそうやな、ここをさっきあの人が教え、さっき昨日教えてくれたやり方でやるといいかな。あーこれね、重要って言って、あーこれ重要、確かにやりやす、やりやす、トゥモロー、トゥモローじゃねえや、トモヨさん、これね、あってっかな、多分レジェンドトモヨさんが教えてくれた方法をやったと思うけど今ね。え、これも泥なんかこれ。これ泥っぽいな。あれ？泥まだいっぺんあるんや。どこにあった今？どこにある？一回こっち来、こっかなきゃ泥って。ここ泥じゃないよね。ここは減ってるやんヒットポイント。あられちゃん。これ泥系？あ、俺が泥流してたやん。ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ難しいやん。ちょあれ違う、ちょっと待って、一回取ろう。なんで綺麗な水やんの。んで俺が泥を流してただけやん。合ってんのか。合ってんな。ここにちょっとだけ泥あったんや。え、ここに俺が泥を取ってないとこあるんか。なるほど、ここね。分かった。最近どうっすか、何食べですか。俺かなり腹減りなんですけど、正直野菜を置いてきた、飽きてきた、そろそろ別のものを食いたいですよね。無駄なしで皆さんに怒られちゃいます、何食べようかな。なんかレシピを思いつけってこと。分かった。またや。はい。どこまでが川ですかね。
あれ 30% って何やって顔がつくのが 30% ってめちゃくちゃ作ってるっちゅうの。これ一動画アップした方がいいかな。一動画アップしてその回答待って次の動画行った方がいいかな。そうやけど草原団子作る場所は分かんないんですよね。巻いてるのもういいんかな。あ、今これ壊そうとしてる。ここどこまで川にしようとしてる。ここまでですか。何も進んでないけど。こんなになった。間違えた。あ、すごい。こんななったよ。ここからこう流れていってあそこ緑にしなあかんな。もっと緑にしよっか一回全部。この草原団子じゃなくて草原の元で。いやこれ聞いた方がいいかな。なあ本当やったら草原の元じゃないんじゃないかなとか思ったりもする。でも確かにあそこの4っていうのが3から4になった気がするんだよな。僕違う5になるんじゃない。これそうやってこうやってやってたら違うかな。ならんか。ならんねえ。ちょっとあいつのとこ行ってあげようか。おお。この辺りを川にし、え？もう一回もう一回。この川あたりを緑にしよう。どこ？この川って。ありがとうございます。この川ってこの川やろ。違うとこであいつこの川って言ってる。出るか？めっちゃ無駄遣いしてない俺。怖いなこれ。怖いな。いや巻いてるよね。巻いてるよね。もっと量欲しい。量ここに立ってる。他に、ああここや。雨で思い出したけどさ、トマト作るときにさ、たまたま雨が流れて作れたみたいで、本当はトマト作るときにさ、水が本当は必要だったらしいですっていうコメントも面白かったです。ごめんなさい、こっちやったよね。俺は途中を逃してたやん。この土砂を壊して向こうに川を回復させるわよと。早速土砂を壊していってみましょう。お願いします。何よご飯か。ああ間違えた。そして野菜以外のもので腹を満たしたいです。実は脳豚ペン、この島の近くには素材島と呼ばれる小さな島が点在しており、以前は荒れ果て何もなかったがモントーラに恵みが戻ったんで変化が起きるかもしれないです。どうじゃ多分豚ペンやった。
素材島に調査に出てくるんか。かつての素材島には鶏がおったはずじゃ。仲間にできれば卵もらえるかもしれない。なるほどね。俺と豚ペンは素材島に。その代わりお前はチャコやルルと一緒に土砂を壊して水を流せしとけ。最近さ、腹減った時にさ動けなくなるっていうが、あんな俺なかったんすけど今まで。本当に なるよね。どうでもいい話しましたけど本当になるんすあれ。素材島どこ？これ？鶏を連れてこようやって。新しい島を見つけて付け足ね、知らせに行こうとしたとこでした。そこね。戻りつけるのかけら、そいつで足もこうをビルドするです。なるほど、みんなビルドや。手紙届いたって言ったら思い出したな。素材島に行けるようになった。素材や新しいアイテムを探しに行こう。新しい島をオープンするにはハートが必要だ。ソフィーより、あーソフィーから来てる。空っぽ島でのものづくり順調ですか。妹のリフ、あ妹やったんや。あれ娘かと思ってた俺。そうやな、両親が亡くなったって言ってたんやで。怖い魔物が。そんなさ魔物全部可愛いのにさ、ここのモンゾーラでは毎日健やかな風が吹き、私のパン作りも順調です。どうかブタペン様もリスタッドと一緒にお元気で過ごしてくださいね。削除するっていうのがあるのが怖い。ロックしよう。何ロックしよう、ロックなんてできるの。おおお、何ふさふさ島、ジメジメ島。まずはじゃあこっちから行きます。調べる。調べられん。ちょっと待って、ハートが必要って言ったけど、え、なんでなんで。じゃあ行けんねや俺まだ。じゃあここまでにしよっかな。ここまでにします。失礼します。